深夜まで続くお仕事、かっこいい上司の指揮官様。そして。はぁ。こうしてはいられないわ。孤立屋、早く片付けて指揮官様に声をかけないと。<laughs> も、もしかして、最近また肉がついて。ねぇ。 さらにサイズを見てもらったときにサバを読まなければよかった <laughs> あとちょっとすれば仕事から上がれるから今日こそ指揮官様を誘ってえ、ね、今日は残業するの <laughs> 指揮官様と二人っきりこのストッキングのことさえなければ 指揮官様といい雰囲気に慣れてたはずなのにう <laughs> <laughs> おお仕事を教えてくれるのんむしろ助けて欲しいの <laughs> そそういうのが好きってどんだけ もう知らないこの変態任務が来たわあ指揮官様どれから先にこなすか選ばせてもらっても 指揮官様が報酬ばかりに目を向けて、私が手伝ったことを見てくれてなかったら。えべ、別に、大したことしていないわよそんなに褒めてくれなくても。この音は、メールが来たようね。指揮官様。 作戦は大丈夫安心して、いない間の事務作業は、ゴリ屋アがしっかりこなしておいたわ。委託が完了したわよ。仲間をねぎらいに行かないの、うん、ひ、一人で大丈夫なの このストッキング履きづら、うんんんんあきらめるのはまだ早いわよご立や。指揮官様に振り向いてもらうにはこうするしかないんいないよ <laughs> 指揮官様仕事が多いなら手伝ってあげてもいいからね 絶対にゴリチアにコリ行ってて終わらなくても必ず一緒に居残るねこれが指揮官様これがコリチアが振り向いて欲しい人クョ。ン「ー。指揮官様から距離を縮める気配はないわね。 そこは、レディーをまず、ご飯にでも誘ったりしないのも、もしかして、ゴリツヤをちょろいやつとか思ってる勘違いしないでよね私は別に、指揮官様がちょっと振り向いてくれるぐらいじゃ。つまり、もっともっと、いろいろ心配してくれないと、素直にならないわよ。 今日も指揮官様はデートの話をしてくれない。普通は好きだって気づくはずなのに、どうして私から素直になってあげないとダメなのかな。し、指揮官様この後予定がなかったら少し気分転換に。あ 母校の中でも全然いいわよ。裏山とか見晴らしのいい場所ならわかるし、あ、ポーラちゃんが教えてくれたデートスポットだっていっぱい知ってるから。私が戦いに駆り出されるなんて。まあまあ頑張りましたよ。ちー。 負けてしまった。この程度、平均を。こっちから当ててやるわここまで当ててくるなんて。 強くしてくれたのは感謝するけど、もう少しこう、優しくというか。